どうもありがとうです。今日は Mac、iPhone では定番のパスワード管理ソフト、ワンパスワード。これの Android 版ですね。僕も Android に変えたので、Android 版の使い方、ブラウザでの使い方ですね。Chrome ブラウザで快適にワンパスワードのパスワードを入力する方法を紹介したいと思います。もちろんアプリ立ち上げれば簡単に使用することできるんですけれども、アカウントパスワード使うのってブラウザからなんですよね。で、ブラウザから快適に入力できないともうめんどくさい。アプリ切り替えてパスワードコピーしてブラウザをまた立ち上げてなんてね、めんどくさいんで、いろいろ試していたらブラウザから簡単に入力できる方法を発見しましたので、紹介したいと思います。まずは、設定アプリを立ち上げて、設定から言語と入力。言語と入力のワンパスワードキーボードというキーボードがあるのでこれをチェック入れると。で、あとはブラウザを使っている時に、例えばこんな時ですね、パスワード、E メールアドレスとパスワードを入力したいという時、 Chrome からそのままワンパスワードのパスワードを使う方法ですね。まずはこんな形でキーボードを立ち上げて、上からスライド通知すると入力方法の選択というのが出てくるのでこれを選択して、ワンパスワードでこの鍵マークですかね、鍵マークを押すとマスターパスワードを入れて解除すると、このサイトのパスワード、アカウントのパスワードが出てくるので選択すれば自動で入力してくれると。これだけ簡単です。すごい普通のね、入力したい時なんかにまた同じようにキーボードを出してから上のスライドで入力方法の選択、これで変更すればね、今まで使っていたものに変更すればそのまま戻ると。簡単にワンパスワードのパスワードをブラウザで入力する方法でございました。快適だね、これであれば。今までね、全然この方法を知らなくて、アプリをわざわざ立ち上げてこのアカウントのサイトを検索してアカウントコピー貼り付け、パスワードコピー貼り付けっていうね、めんどくさい方法とてなんですけれども、これであれば本当にスムーズに入力できます。ぜひ Android でワンパスワード使ってる方は試してみてください。すごい便利になりました。